早速ですが、今回は原子力潜水艦凌駕する海自治機潜水艦建造計画を詳しく見ていきます。バッテリー駆動は、瞬発力がとてつもなく、ラジコンでも、エンジンよりダッシュは、速い軽いしね。3000トン級にこだわるのは、重さも考慮した設計になっているんだと、今気づきました。海上自衛隊の最新鋭潜水艦といえば太平洋型だが、一番艦の太平洋が2020年10月に進水、2022年3月収益予定、二番艦の枠芸が2021年10月に進水、2023年3月収益予定と配備と心躍る、今日この頃である。この太平洋型は前級の双流型をデザイン的にも機構的にも踏襲した潜水艦である。特に、双流型の最終の2隻、11番艦、桜流と12番艦の桃流の進化版と位置づけられても、全く違和感がない。また、機関部の構成も、桜流&桃流と同じく、太平洋型も、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーと発電機を組み合わせた、ディーゼルエレクトリック方式の潜水艦となっている。公開されている仕様上では、桜流等が、水上排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、全高 10.3 メートルで、軸出力5600馬力であるため、水込み13ノット、水中20ノットの速力ぐらいと推測される。太平洋型の型は、水上排水量3000トン、水中排水量4300トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、全高 10.4 メートルで、軸出力6000馬力ということから、水込み13ノット、水中20ノットの速力等が推測される。実際は、双流型の1番艦から10番艦まで、軸出力で8000馬力ほどあり、機関部構成が、ディーゼル機関とスターリング機関と鉛製バッテリーと発電機だった頃は、今よりも数値上は上回っていたことになる。ただし、カタログ数値以上に、機関構成の簡素化と、艦内スペースの増加や鉛製に比べ、高速充電と持続力が向上したリチウムイオンバッテリーを採用しているため、実際の運用上の効率は遜色がないと言われている。これは、あくまでも、海上自衛隊内で通常動力型と比較した話であり、他国の原子力で推進する潜水艦とは、出力やそこから生み出される水中速度等で劣ってしまうことは、避けられない事実ではあると思慮する。原子力推進型の潜水艦の水中速力は、だいたい30ノット以上と言われており、通常動力型では、世界でも最高の水準と考えられる海上自衛隊の太平洋型や双流型の約 1.5 倍以上にも達するため、おのずと運用用途が異なってくるのは明白だ。水中速力と長時間に優れる原子力潜水艦に対し、日本の潜水艦が行うのは、特定の海域における潜伏戦術であり、いわゆるチョークポイントと呼ばれる地点に潜み、敵艦の行動を妨害するものだ。特に、海自潜水艦の場合、他国の攻撃型潜水艦が、対地攻撃用のミサイル等の兵装も実装しているのとは違い、純粋に、対艦攻撃用の兵装しか積んでいないため、この傾向は、一層強くなるに違いない。お隣の韓国国産潜水艦のトサンアンチャン補給の初期型バッチ1では、通常動力型なのに、潜水艦発射型の VLS を6機も搭載しており、攻撃型潜水艦でありつつ、対地攻撃能力の保持を維持させている。海自潜水艦は、他国の潜水艦とは異なり、純粋に敵潜水艦を攻撃することに特化した艦艇であり、傭兵思想そのものが、
自国の領海防衛に限定されていることを今一度踏まえておく必要がある。また、2020年に太平洋が浸水式を完了するまで、推進方式に従来までのプロペラによるスクリュー式ではなく、ウォータージェットもしくはポンプジェットと呼ばれる推進方式の採用を指摘する声も一部で上がっていた。なぜなら、ウォータージェットによる推進方式が他国潜水艦の一部で採用されており、アメリカのシーウルフ級、イギリスのトラファルガー級、ロシアのボレー級などが実在しており、いずれも原子力推進型の艦艇だからである。潜水艦以外でウォータージェット推進を採用しているのは、マリンスポーツ用の小型水上バイクや、速度22ノットを超える高速船の一部で使用されており、水上艦では40ノット以上を発揮する艦艇も実際に存在している。ウォータージェット推進は、搭載する艦艇が周囲の水を一旦吸い上げ、高圧ポンプで噴射して前進する方式だが、スクリュー式よりも物理的な効率が低く、したがって燃費も悪い方式でもある。それでも、一部の原子力推進型の潜水艦がウォータージェット推進を採用しているのは、その原子力動力源が非常に関係しており、一般の通常動力型とは比較にならないほどの出力を生み出すからである。過去に、太平洋型がウォータージェット推進を採用するという噂がインターネット上で出回った背景には、おそらく2019年に千葉県の幕張メッセで行われた MAST アジア2019展示会が影響している。この展示会において、海上自衛隊の潜水艦建造の主要メーカー三菱重工業者が将来の次世代型潜水艦のイメージ図を展示しており、ここでウォータージェット推進の採用が打ち出されていたというのが最も影響が大きい。この時に三菱重工業者が展示していたのは、あくまでも次世代潜水艦に向けたコンセプトイメージの訴求が目的だったにもかかわらず、これをマニアやメディアが双流型に続く新型で採用されると先走ってしまったというわけだ。展示があった時点では命名もされておらず、太平洋型という名称も未定な新型潜水艦ではあったが、一番艦太平洋は、この前年の2018年3月には寄港されており、そもそも、次世代潜水艦という表現自体ふさわしくない。この時のイメージ図を次世代潜水艦だと解釈しても、それは、少なくとも太平洋型以降の潜水艦だと考えるのが正常であるが、確かに、ウォータージェット推進は噴出する水流方向を、ノズルの向きで変更することが可能で、舵の設置が不要となっており、しかも、高速度を実現できることと合わせて、潜水艦に実装することの利点があることは事実である。結論25ノットまでの速度域において、従来のスクリュー式が、動力源の約 65% の効率があることに対し、ウォータージェット推進では、ここから、20% ほど低い効率しか実現できない。この2つの方式のエネルギー効率は、速度が30ノットを超える時点で逆転すると言われており、現状最新のリチウムイオンバッテリーで、水中速度が20ノットほどの日本の潜水艦では、その域に到達することは難しいだろう。いずれにせよ、非凡の潜水艦が通常動力型である以上、ウォータージェット推進の採用はメリットがなく、かなり抜本的な技術革新が実現されない限り実装されることはないと思慮する。